イグゾラはプロトンが製造販売している自動車である。2009年4月15日に発売、マレーシアで開発された初の m p v である。完全新設計のプラットフォームが新たに開発され、サスペンションは全部にはマクファーソンストラットが、後部にはトーションビームが採用された。エンジンは独自開発の直列4気筒1.6リットル DOHC16。 バルブカンプロ CPS エンジンが搭載される。変速機は当初4足オートマチックトランスミッションのみであったが、やや遅れて2009年7月に5足マニュアルトランスミッション搭載モデルも発表された。2009年7月17日にはシンガポールで発売開始。24日にはインドネシア国際モーターショーに出展され、インドネシアでも発売が開始された。タイでは、 同年12月に発表を予定している。佐賀と同様、社名は一般公募によって決定された。2008年9月30日まで、プロトン MPV ネーミングコンテストによって募られ、2009年2月17日に、エクスラに決定したことが発表された。社名の由来は、アカネカの花、サンタンカである。なお、エクスラの公式発音であるが、当初は、 いい空と読ませようということだったが、混乱を避けるためイグゾラにしたとのことである。ありがとうございます。